こんばんは動画をご視聴いただきありがとうございます今夜は中国昔話集を私八箱が朗読させていただきます、えー、今回すべてで六つの作品を 朗読させていただいたただんですがやっぱり歴史上もう何千年も前からずっとこう関係の深い国中国のお話なのでやっぱり日本という国自体がやっぱり中国の教えのいくつかを、えー、教わってそして今の日本独自の文化に つながっているっていうのもあってかやっぱりどのお話もとっても今の私たちにも通じるような教えの数々やあとどこかこう笑いのツボというかこう楽しいツボというかもう一つ一つがなんだかとっても共感ができて今夜も私自身楽しんで朗読することができました 今夜も楽しくそしてこのチャンネルはお休みの朗読チャンネルなので皆様が安心してお休みできますように大切に朗読させていただきましたこの動画がいいなぁと感じたタイミングで大丈夫ですお休み前に高評価やそしてチャンネル登録いただけますと次の動画作りの 励みになりますのでよろしくお願いいたしますお休み前にあなたの心に寄り添うお話をそれでは始めていきたいと思います クーナンと赤い子馬昔昔クーナンという男の子が赤い子馬を飼っていましたその赤い子馬は足がとても速くてまるで風のように 走ることができます。村人たちはみんな「あんなに速く走る馬は見たことがない」と褒めていましたある日のことクーナンがいつものように赤い子馬に乗って野原を走っていると。 王様が家来を連れてやってきましたおいお前がクーなんだなはい王様何の御用でしょうかクーナが尋ねると王様は赤い子馬を指さして言いましたその馬をわしによこせえっ 赤い小馬クーナンはきっぱりと断りました「嫌です」だってこの小馬は僕の友達なんですすると王様は顔を真っ赤にして怒りました「王の命令だ」「早く馬をよこせ」「王様待ってください」 ナンは赤い子馬にしがみついて叫びました「この子馬の代わりに僕がどんな獣でも捕まえてきます」「ですから子馬を連れて行くことだけはやめてください」「ほほう,ほう王様はにやりと笑いました」 それでは草原に住む化け物を生け捕りにしてこいもしそれができなければ小馬を取り上げるぞバ化け物をクーナンは思わず聞き返しましたそれというのも草原に住む化け物とはどんな勇士でも 退治することができない恐ろしい竜だったからです。それを聞いて周りにいた人たちがクーナンに言いました。化け物を捕まえるなんてお前にできるはずがないよ早く王様に謝って子馬を差し上げた方がいいよ。でも空難は、 返事に困ってししままいました《さあどうした赤い子馬をよこすか化け物を生け捕りにするかどっちだ》クーナンは決心しました化け物を生け捕りに行きます本当だなはい僕は嘘は言いませんよし。 では明日の朝までに化け物を生け捕りにしてこいはいクーナンは仲良しの子馬を王様に取られてしまうくらいなら化け物に食べられた方がましだと思いましたしかしクーナンの家には病気のお父さんがいます もしナンが化け物に食べられたりしたら病気のお父さんはどんなに悲しむでしょう王様にはああ言ったけどどうしたらいいんだろうクーナンは考え込んでしまいましたするとその時赤い子馬が クーナンに言いました。僕に任しておけ、クーナン。長い竹の竿の先に縄で輪をこしらえるんだ。うん、わかった。クーナンは赤い小馬の言う通りのものを作ると、それを担いで小馬にまたがりました。クーナン、急ぐよ。 コウマはものすごいはやさではしりだしましたやがてクーナンたちはおおきなかわにつきましたかわをわたろうとするとさかなやカエルがほねだけになってながれていましたまてよクーナンはくさむらのくさをひきぬくと それを川に投げ入れました。するとたちまち草は溶けてなくなりました。この川は何でも溶かしてしまう恐ろしい川だったのです。その時赤い子馬が泣きました。ヒヒーン ひひーん風よ来いするといきなり強い風が吹いてきて、クーナンと赤い子馬を向こうの岸まで運んでくれました。しばらく行くと、今度は山が噴火していて、真っ赤に燃えた岩が 雨のように降っていました。どうしようこのままじゃやけしんでしまうそのときあかいこうまがまたなきましたするとそらにうかんでいるしろいくもがあつまってふたりをまもるおおきなかさになりました 燃えた岩がいくら降ってきても雲の傘がはじいてくれます無事に岩の雨を通り抜けた二人は今度は青い花が一面に咲いている野原に出ましたとてもきれいな花なので空ーナが子馬を止めて見とれていると 風が吹いてきてクーナンにささやきました「この花の蜜を飲むとどんな病気でもすぐ治ってしまうよ」「そりゃあすごいや病気の父さんに持って帰ろう」「クーナンは馬から降りると青い花を集め始めました」おーい「おい 赤い子馬お前も手伝ってくれよクーナンがそう言った時赤い子馬が泣きましたひひーひひひーンヒーん見ると黒い竜巻が現れてこっちに向かってくるではありませんか クーナンは青い花を投げ捨てると急いで赤い馬に飛び乗りました何だろうあれはすると赤い子馬が答えましたあれが草原の化け物だやがて黒い竜巻の中から九つの首を持つ 竜は九つの首を使ってクーナンたちに襲いかかりましたクーナンしっかりつかまっていてよ赤い馬は大きくジャンプをして竜の首をよけるとすごい速さで竜の周りを ぐるぐるとかけまわりましたそれにつられてりゅうのくびもぐるぐるまわりますそのうちにりゅうの九つのくびがぐるぐるとからまってしまいりゅうは息ができなくなってきぜつしてしまいましたしめたいまだ 空ーは持ってきた竹の先の縄の輪を竜の首に引っ掛けるとそのまま竜を引きずって村へ帰っていきました空ーが草原の化け物を生き取りにしたと知って村人たちは大喜びです「万歳空ーよくやったぞ」 これには王様もびっくりです「空ーダよお前は本当に勇敢な子供だ約束どおり馬は諦めよそしてお前に褒美をやるぞこの国の大臣にしてやろう」しかし クーナンは、王様の帽子でを断りました。褒美はいりません。僕は、赤い子馬と、お父さんがいれば、十分です。クーナンはそう言うと、病気のお父さんと一緒に、赤い子馬に乗って、村を出て行きました。 そうしてあの青い花の咲く野原に家を建てると元気になったお父さんと小馬と三人で楽しく暮らしたということですおしまい。 不思議なぶどうむかしむかしあるむらにとても心のやさしいむすめがいましたこのむすめのひだりめがぶどうのようにかがやいていたのでむらびとたちはむすめのことを ウドウ姫と呼んでいました娘が12歳になった時お父さんとお母さんが病気で亡くなってしまいました娘はおばあさんの家に引き取られたのですがこのおばあさんが とても意地悪な人で、娘が親からもらった財産をすべて取り上げると、娘を家から追い出してしまったのです。しかし娘は、悲しんで泣いたりはしません。昼は、 村のガチョウの世話をして夜は川のほとりの柳の木にもたれて眠りましたそれから一年が過ぎた頃娘を追い出したおばさんに女の赤ちゃんが生まれましたしかし この赤ちゃんは生まれつき目が見えませんでしたブドウ姫に意地悪をしたからきっと罰が当たったんだそうだよブドウ姫の財産をすべて奪った上にブドウ姫を追い出したんだからね村人たちに 悪口を言われて、おばさんは、悔しくてなりません。ある、お月見の夜のこと、娘が川岸に座って、水に映る月を眺めていると、そこへ、おばさんが通りかかりました。 町へお月見のごちそうを買いに行った帰りの中美味しそうなぶどうが入ったかごを抱えていますおばさん娘はおばさんに声をかけましたそのぶどうをひとふさわけてくださいな朝から何も食べていないので とてもお腹がいいているの。おばさんは立ち止まると恐ろしい顔で娘をにらみつけました「そういえばみんなはお前の左目をぶどうのようだと言っているねどれ見せてごらん」おばさんはそう言うと 娘の左目に砂を押し込んだのですいやそれついでに右目もかわいそうに両目をつぶされた娘は川のほとりで泣き続けましたそして泣きながら 死んだお母さんから聞いた話を思い出しました。遠い山の中には不思議なブドウがなっていて、それを食べるとどんなに目の悪い人でもすぐに治るそうよ。娘は泣くのをやめると。 川の流れに沿って歩き始めました。その不思議な武道さえ見つかれば、私の目も、おばさんの赤ちゃんの目も、治るわ。それに、他の目の悪い人の目も。目の見えない娘は、それから十0日も、 川に沿って歩き続けました。途中で何度も転び、体も服も泥だらけです。でも娘は諦めません。必ず不思議なブドウを見つけるわ。 それからさらに10日後娘はまだ歩き続けていましたい,いえ途中で足をくじいたので地面を張って進んでいます娘の服はボロボロに破れ顔や手から血がにじんでいます ひどい疲れのために黒く艶やかだった娘の髪がいつの間にか真っ白になってしまいましたどこまで行ったらあの不思議なぶどうが見つかるの娘は何度も諦めて引き返そうとしました しかし、その度に勇気を出して、前へ前へと進みました。一度心に決めたことは、最後までやり通さなくては、そのうちに地面がひんやりと冷たくて、柔らかくなりました。 その地面は大きな大きな蛇の背中でした。でも目の見えない娘はそのまま蛇の背中をまっすぐ張っていました。娘が蛇の背中の真ん中ぐらいまで来たとき蛇がぶるっと身震いをしたので 娘はあっという間に深い谷底へ落ちてしまいました娘は谷底に倒れたまま動くこともできません私このままここに死んでしまうのねお母さん娘は 幻のお母さんに向かって手を伸ばしました。するとその手がつるつるとした丸いものに触れたのです。触ってみるとその丸いものは草のつるのようなものからぶら下がっていました。もしかしたら 娘はその丸いものを引きちぎってそっとなめてみましたすると今まで閉じていた目がパッと開き明るい光が飛び込んできたのです娘がなめた丸いものは探していた 不思議なブドウだったのです。辺りを見回してみるとそこにはたくさんのブドウが茂りキラキラと光をはじいています。地面には色とりどりの花が咲き乱れ小鳥たちが楽しそうにさえずっています。 目が見えるということはこんなに素晴らしいことだったのね元気になった娘はぶどうのつるで籠を編みました早く村へ帰って目の悪い人たちにぶどうを分けてあげましょう娘が籠いっぱいに をつみ終わったときあたりがきゅうにくらくなりましたどうしたのかしらするとうしろのほうから「おーい」とよぶこえがしました。 振り向いてみると、大男が山をまたいでくるところです。大男は肩に緑の布をまとい、頭に金のかんむりをかぶり、足に水晶の靴を履き、手に銀の杖を持っています。 娘よ、ここへ何しに来た高い空の上から、大男の声が響きました。娘は、恐れずに大男に言いました。はい、目が治る、不思議なぶどうを探しに。 すると大男はうなずいて「そうかわしはこの森と草原と山の王だ。どうだ娘わしといっしょにこのすばらしい国で暮らさないか?」。 娘を抱き上げると森の奥をさしましたそこにはキラキラと光る珍しい宝石が山積めにやっていますあの宝石もこのぶどうもみんな俺のものだ 俺の娘になって、俺の城で暮らせば、幸せにしてやるぞ。ありがとう。でも、私は村へ帰らないといけないの。村に帰って、目が見えなくて悲しんでいる人たちに、この不思議なぶどうをあげなければ。バカ者。 大男は怒って空高く娘を放り上げました。そして落ちてきた娘を受け止めると優しく言いました。俺は知っているよ。お前が村で辛い目に遭っていることを。そんなところへ帰ることはない。いいえ。 私は村へ帰ります。「そうかおまえのようなすばらしいむすめとくらしたいと思っていたがあきらめるとしよう。さあむらへかえるがいい」。おおとこはむすめに1ぽんのこえだをわたしました。 その小枝は不思議な小枝で、持っていると風のように早く走ることができるのです。娘はぶどうの入ったかごを抱えると、懐かしい村へと帰って行きました。 亡霊の恩返し昔昔中国の山東省というところに虚というお酒好きの漁師がいました虚は毎晩川に出かけては魚を取る 網を打ちながらお酒を飲んでいましたこの虚のお酒の飲み方は少し変わっていますまずは自分がきで飲んでから次にお酒を地面に垂らして「まあお飲みなさいよ」というのです 実は長い間漁師をやっていた巨には川で死んだ友達がたくさんいたのですお酒を地面に垂らすのはその死んだ友達への捧げ物だったのですある世のこと虚が 魚を取りながらお酒を飲んでいると一人の若者が通りかかりました今日は若者に声をかけました「いかがです川を見ながら一緒に飲みませんか?」すると若者はうれしそうにきょの横に 腰を下ろしました。その夜、ふたりはまるで仲のよい友達のように楽しくお酒を組み交わしました。そしてそろそろ夜が明けようとしたとき、きょはまだ一匹も。 魚を取っていないことに気がつきました。困ったなぁ。今からでは大して取りないし、はあ。女房になんて言おうか。とりあえず少しだけでも魚を取ろうと、巨が川に網を打ちました。 するとその途端、網に信じられないほどの多くの魚がかかったのです。これはキョがびっくりしていると、若者が言いました。ほんの、お礼の印です。お礼今日は、 不思議なことを言う若者だなあと思いましたが、魚がたくさんとれたのがうれしくて、若者に何度もお礼を言いました。すると若者はにっこり笑って言いました。いいのですよ。今までずいぶんとお酒をごちそうになりましたから。 そんなはずはないでしょう。あなたとお酒を飲んだのは今日が初めてのはずだが。いいえ、今までたくさんご馳走になりました。それに、これからも友達としてお付き合いをさせてもらいたいので。まあ,あ、それはもちろんだ。そうだ、あなたのお名前は 私はオオロクロウと言います。若者は頭を下げるとどこかへ行ってしまいました。不思議な若者だなおお、それよりも魚魚。今日は早速獲れた魚を市場へ売りに行きました。 れた魚はどれも立派な魚ばかりで高い値段で飛ぶように売れました巨と若者はそれから毎晩川で酒を酌み交わしました半年くらい過ぎたある晩いつものようにやってきた 若者が言いました。今までお世話になりましたが、今日でお別れをしなくてはなりません。それはまた、どうしてですそれは、若者は言うべきかどうか迷いましたが、心を決めると、 今日まっすぐに見て言いました。実は、私はこの川の亡霊なのです。私はお酒がとても好きで、毎日のようにお酒を飲んでいました。そのために川に転げ落ちて死んだのです。 死んで亡霊になってもお酒が好きだったので、あなたが川岸にお酒を垂らしてくださったことが、どんなに嬉しかったか。私はそのお礼がしたくて、ここへやってきたのです。それなのに、どうしてお別れをしなくてはならないのですか。 これからも一緒にお酒を飲みましょう。キョが言うと若者は嬉しそうに答えました。実は神様にお酒の失敗が許されてもう一度この世に生き返ることになったのです。はああそれはめでたい。 きょがお祝いのお酒をすすめると若者は少し悲しそうに言いましたしかし私が生き返る代わりに誰かが川に落ちて死ぬことになっているのです次の日 若者の言ったことが本当かどうか、きょは川へ行ってみました。すると、そこへ赤ん坊を抱いていた女の人がやってきて、あっという間に足を滑らせてしまいました。女の人はとっさに赤ん坊を岸へ置きましたが、 女の人はそのまま急流に流されていきました。困ったぞ。どうやらあの女の人が若者の代わりらしい。助けてやりたいが、そうすれば若者は生き返ることができないし。虚がうろうろしていると。 川の流れが急に変わって、女の人は浅瀬に打ち上げられました。その夜、若者は川にやってきました。私には、女の人を溺れさせることができませんでした。 生き返るのは諦めてこのまま亡霊でいることにしますそうかでもあんたは立派だよ今日は若者を慰めると若者にお酒を勧めましたところが それから数日後、若者がこう言ったのです「きょさん今度こそ本当にお別れです」なんだ「何だまた身代わりの人が決まったのですか?」いいえ実はあの女の人を助けたことが神様の耳に入って私は 遠い町の守り神になることが決まりました。生き返ることはできませんが、生きている人の命を守るとても大切な仕事です。遠い町なので、今すぐに行きます。あなたのご恩は 決して忘れません。いつまでもお元気で若者はそれっきり川には現れませんでしたおしまい じいさんむかしむかしあるやまのふもとにしろいひげをはやしたおじいさんがすんでいましたおじいさんはちいさないえでぞうりをつくってたったひとりでくらしていました おじいさんはひまがあればたいこをどんどんかどんかどんとたたき「わしのうたをきいとくれわしのはなしをきいとくれ」とむらじゅうをまわってあるきますするとこどもたちがあつまってきて 太鼓じいさん、歌を歌っとくれ。昔話をしておくれ。それでは、とっておきの歌とお話をするかのう。と、得意そうに、白いあごひげをなでるのでした。おじいさんがこの村にいるおかげで、みんなはとても愉快に、 楽しく暮らすことができましたさて村のそばに一筋の川が流れていました川は流れが激しくなかなか渡ることができませんそれに春になると雪解けの水があふれて道も 畑も水浸しになるので人々はとても困っていましたある日おじいさんが川岸を歩いていると「助けてー!」という声がします見ると女の人と子供が かわの中でおぼれているではありませんか。まっていろ、いまいくぞ。おじいさんは着物を着たまま、ざぶんと、かわへ飛びこみました。しかし、女の人と子どもは、かわの流れに流されて、行ってしまいました。 おじいさんは岸にはい上がると川に向かって叫びました。お前はなんというひどい川だ。これまでにもたくさんの命を飲み込んできたがもう許さん。わしはきっとお前の上に石の橋をかけてやる。 けれどおじいさんには、橋をつくるお金も力もありません。おじいさんは毎日、ごうごうと音を立てて流れる川をながめては、何かいい工夫がないものかなと考えるのでした。 ある夜のことおじいさんは夢を見ました立派に出来上がった石の橋の上で村人たちがおじいさんの太鼓に合わせて楽しそうに踊っているのです夢の中でおじいさんはとても幸せでした「もうこれで」 どんなに川のやつが暴れても安心だ。おじいさんが大声でみんなに言ったとき、夢から覚めたのです。おじいさんは布団の上に起き上がって、何か考えていましたが、そうだ、とポンと膝を叩たたいて、 にわのすみにきんもくせいのきがありますおじいさんはきんもくせいのきにたいこをぶらさげそのしたにきのはこをおきましたつぎのひのあさおじいさんはむらのひとたちをあつめていいました これからわしの話を聞いたときはこの木の箱にいくらでもいいからお金を入れて太鼓をたたいてわしを呼んでくれないかええー、もうただでお話をしてくれないの子供たちがつまらなそうに言いましたああ つくる石を買うためのお金がたまるまではなあ村の人たちはやっとおじいさんが何を考えているのかわかりました「どうかなあわしのたのみを聞いてくれるかな」おじいさんがそう言うとみんなが言いました「大賛成」 次の日から村の人たちは仕事を終わると金木犀の木にぶら下がっている太鼓をドンカドンドンと叩いてはおじいさんの昔話を聞くようになりました太鼓が鳴らない日は一日もありません 木の箱の中のお金も少しずつ増えていきました。おじいさんのお話は大変面白く、美しい話も、悲しい話も、愉快な話も、冒険の物語もありました。おじいさんが金木犀の木の下に座って、 話を始めると大人や子供だけでなく木の枝に止まっている小鳥たちや空の星たちもじっと耳を傾けるのでしたこうしていつの間にか10年という月日が過ぎていましたある日おじいさんが 金木製の木の下の箱を開けてみると数え切れないほどのお金が出てきましたこれでよしおじいさんは早速そのお金で石を買い橋をこしらえ始めました石を運び泥をこね 汗びっしょりではたらくおじいさん村の人々も応援にかけつけましたぼくらもてつどうよ子どもたちもやってきました小鳥たちもそらがまっくらになるほどなかまをつれてかわいいくちばしで小石をつまんではこびます 一人一人の力は小さくても、みんなが力を出し合えば、どんなこともできるのです。仕事に疲れると、おじいさんは太鼓を叩たたいて、歌を歌います。金木製の花が咲くよ。太鼓がどんとなれば、 みんな集まる。大人も子供も。金木星の花が匂うよ。みんなが集まれば始まるよ。じいさんの話。金木星の花が散ってもみんな集まる。みんな集まれば 橋ができるよ。「みんなはおじいさんのうたにはげまされて、げんきいっぱい石をきり、石をはこび、石をつみ、どろをこねてはしづくり、すこしつつ、すこしつつ、はしができていきました。 次の年の春にはとうとう立派な橋が出来上がったのです。おじいさんが夢にまで見た橋。この橋があればどんなに川があふれてももう人々が苦しむようなことはないでしょう。よかったよかった。った人々は、 白く輝く橋の上で肩を叩き合って喜びましたところがそれから間もなくおじいさんは重い病気にかかって寝込んでしまったのです橋をこしらえている時積み上げた石が崩れてきておじいさんの足を 傷つけてししままいました。みんなはおじいさんに休むように言ったのですがおじいさんは「なんだこれっぽっちのけが」とがんばり続けたのですそのためでしょう橋ができたころにはおじいさんの足はひどくはれあがり 歩くこともできなくなりました。これでは大好きな太鼓もたたけません。おじいさんの太鼓が鳴らない村はひっそりと静まり返り、人も草も小鳥たちもため息をつくばかりです。もう一度。 太鼓をたたきむらのひとたちにおはなしをしてあげたいおじいさんがそうおもったときたくさんのことりたちがまどからとびこんできましたきがついてみるとおじいさんはたいこのうえにすわってそらにまいあがっています 小鳥たちがおじいさんを翼に乗せて空高く飛んでいるのですそしてそのままおじいさんの姿は月の光の中に吸い込まれていきましたそれからは月の明るい夜になると あの懐かしい太鼓の音が聞こえてくるようになりました。ドンカドン、ドンカドン。すると、子供たちが月を見上げて叫びます。ほら、おじいさんがお月様の中で 太鼓を叩いているよ。おしまい。どうか内緒に。 むかしむかしとてもびんぼうでとてもみえっぱりなおとこがいましたこのおとこはおかねがないのにいつもみえをはっておかねもちのふりをしているのですおれはだいだいのおおがねもちで 親から受け継いだ山が三十もあるんだ。俺はいつも金のたらいで顔を洗って銀の食器で食事をしているんだ。さてこの話を聞きつけた泥棒が夜中になって男の家に忍び込みました。 さすがにやまはぬすめないがきんのたらえにぎんのしょっきかこれはたのしみだしかしどろぼうはおとこのいえがとてもちいさくてぬすむものがなにひとつないのでびっくりですなんだこのいえははいるいえをまちがえたかな いや確かにこの家だ大金持ちだと思って入ったのに金のたらいや銀の食器どころか茶わん一つないではないかこいつはとんでもないところへ入ってしまったわい泥棒がそう言って出ていこうとすると それに気づいた男が泥棒を呼び止めました。これはこれは泥棒様。せっかく入っていただいたのに何のお愛想もできませんで。少ないですがせめてこれを。男はそう言って泥棒に。 全財産が入った小銭入れを差し出しましたそして泥棒に手を合わせてお願いします「泥棒様どうか今夜のことは内緒にしてくださいね」この男 本当に見えっ張りですねおしまい桃源郷。 むかーしむかし大きな川のそばに小さな村がありましたその村に王という漁師が住んでいましたある日のこと王はふと思いました この川の水はどんなところから流れてくるのだろう。よし見に行こう。王は仕事をやめて川上の方へ船をこいで行きました。どこまでもどこまでもこいでいくと川幅は だんだん狭くなっていきます川底もだんだん浅くなって船はとうとう進めなくなりましたしかたがないここから先は歩いていくか王は木に船をつなぐと そのままどんどん歩いていきましたするとやがて目の前に広い桃の木の林が広がりました花は満開で桃のよい香りが一面に流れていますああこんなところがあったのか 王がそのまま川べりをあるいているととうとう川のはじまりのところにつきましたその先は高い岩山で岩の間から水がちょろちょろながれていますここがはじまりのようだがどうせなら 岩山の向こう側も見てみたいな。幸い、小さな洞窟があったので、王は体をかがめて、奥へ奥へと入っていきました。長い間進んだ王は、やっと出た向こう側を見てびっくり。 目の前には広い野原が広がっていて畑も湖も森もそして家もたくさんあります王の姿を見つけた犬が大きな声で吠えましたその声で畑にいた人も 家にいた人もみんな王の周りに集まりましたそして一人の老人が王の前に進み出て言いました私はここの村長ですここは桃源郷といって 普通の人の知らないところです。よくここまで来ることができましたなあ。さあ、お疲れでしょう。私の家までおいでください。王は村長の後についていきました。村長は、 いろいろなごちそうをしてくれましたところで王さんこの村のできたわけをはなしましょうむかし中国には秦の始皇帝という王様がいたことは知っていますねわがままで乱暴で 大勢の人を殺したひどい神様だったそうです。その時に殺されそうになった人たちがこっそりここに逃げてきたのです。そしてその人たちがこの村をつくったのです。それが私たちの先祖です。 ここには、けんかも、あらそいもありません。みんなが楽しくくらしている、とても平和な村です。ですから王さん、あなたがここに来たことは、ぜったいにだれにも言わないでください。約束してください。 お願いです。「はい絶対に誰にも言いません王は村長に固い約束をして帰りましたさて自分の村に帰った王ですがあれ以来あの美しい 平和な村が忘れられませんそこで友達と酒を飲みながらつい喋ってしまったのですするとその友達がまた友達に喋ったのですこうして桃源郷の噂は役人にまで知られてしまいました 王お前は桃源郷というところに行ったそうだな俺をそこに案内しろしかたなく王は役人を船に乗せて川を登っていきましたそしてあの美しい桃の林も通りましたところが どうしたことか、どこまで行っても、あの時の岩山も、ホラー穴も、見つからないのです。おかしいなあ道に迷うはずはないのだが。それからも王と役人は、何度か刀剣橋を目指しましたが。 鏡を見つけることはできなかったそうですおしまい クーナンと赤い子馬昔昔クーナンという男の子が赤い子馬を飼っていましたその赤い子馬は足がとても速くてまるで風のように 走ることができます。村人たちはみんな「あんなに速く走る馬は見たことがない」と褒めていましたある日のことクーナンがいつものように赤い子馬に乗って野原を走っていると。 王様が家来を連れてやってきました「おいお前がクーなんだな」「はい王様何の御用でしょうか?」「クーナが尋ねると王様は赤い子馬を指さして言いましたその馬をわしによこせ」 赤いクーナンはきっぱりと断りました「嫌です」だってこの小馬は僕の友達なんですすると王様は顔を真っ赤にして怒りました「王の命令だ」「早く馬をよこせ」「王様待ってください」 ナンは赤い子馬にしがみついて叫びました「この子馬の代わりに僕がどんな獣でも捕まえてきます」「ですから子馬を連れて行くことだけはやめてください」「ほうほう王様はにやりと笑いました」 それでは草原に住む化け物を生け捕りにしてこい。もしそれができなければ小馬を取り上げるぞ。ば化け物をクーナンは思わず聞き返しました。それというのも草原に住む化け物とはどんな勇士でも 退治することができない恐ろしい竜だったからですそれを聞いて周りにいた人たちがクーナンに言いました化け物を捕まえるなんてお前にできるはずがないよ早く王様に謝って子馬を差し上げた方がいいよでもクーナンは 返事に困ってしまいました。さあ、どうした？赤い子馬をよこすか。化け物を生け捕りにするか？どっちだ。九段は決心しました。化け物を。を生け捕りに行きます。本当だな。はい。僕は嘘は言いません。よし。 では明日の朝までに化け物を生け捕りにしてこいはいクーナンは仲良しの子馬を王様に取られてしまうくらいなら化け物に食べられた方がましだと思いましたしかしクーナンの家には病気のお父さんがいます もしナンが化け物に食べられたりしたら病気のお父さんはどんなに悲しむでしょう王様にはああ言ったけどどうしたらいいんだろうクーナンは考え込んでしまいましたするとその時赤い子馬が クーナンに言いました。僕に任しておけ、クーナン。長い竹の竿の先に縄で輪をこしらえるんだ。うん、わかった。クーナンは赤い小馬の言う通りのものを作ると、それを担いで小馬にまたがりました。クーナン、急ぐよ。 赤い馬はものすごい速さで走り出しましたやがてクーナンたちは大きな川につきました川を渡ろうとすると魚やカエルが骨だけになって流れていました待てよクーナンは草むらの草を引き抜くと それを川に投げ入れました。するとたちまち草は溶けてなくなりました。この川は何でも溶かしてしまう恐ろしい川だったのです。その時赤い子馬が鳴きました。ひひーん ひひーん風よ来いするといきなり強い風が吹いてきて、クーナンと赤い子馬を向こうの岸まで運んでくれました。しばらく行くと、今度は山が噴火していて、真っ赤に燃えた岩が 雨のように降っていました。どうしようこのままじゃやけしんでしまうそのときあかいコウマがまたなきましたするとそらにうかんでいるしろいくもがあつまってふたりをまもるおおきなかさになりました 燃えた岩がいくら降ってきても雲の傘がはじいてくれます無事に岩の雨を通り抜けた二人は今度は青い花が一面に咲いている野原に出ましたとてもきれいな花なので空ーが子馬を止めて見とれていると 風が吹いてきてクーナンにささやきました「この花の蜜を飲むとどんな病気でもすぐ治ってしまうよ」「そりゃすごいや病気の父さんに持って帰ろう」「クーナンは馬から降りると青い花を集め始めました」おーい「おい 赤い子馬お前も手伝ってくれよクーナンがそう言った時赤い子馬が泣きましたヒヒーンヒヒーンヒヒーン見ると黒い竜巻が現れてこっちに向かってくるではありませんか クーナンは青い花を投げ捨てると急いで赤い馬に飛び乗りました何だろうあれはすると赤い子馬が答えましたあれが草原の化け物だやがて黒い竜巻の中から九つの首を持つ 竜が出てきました。竜は九つの首を使って、クーナンたちに襲いかかりました。クーナン、しっかり捕まっていてよ。赤い馬は大きくジャンプをして、竜の首をよけると、すごい速さで竜の周りを ぐるぐるとかけまわりましたそれにつられてりゅうのくびもぐるぐるまわりますそのうちにりゅうの九つのくびがぐるぐるとからまってしまいりゅうは息ができなくなってきぜつしてしまいましたしめたいまだ 空ーは持ってきた竹の先の縄の輪を竜の首に引っ掛けるとそのまま竜を引きずって村へ帰っていきました空ーが草原の化け物を生け捕りにしたと知って村人たちは大喜びです「万歳空ーよくやったぞ」 「これには王様もびっくりです」「空ーダよ。お前は本当に勇敢な子どもだ。約束どおり馬は諦めよう。そしてお前に褒美をやるぞ。この国の大臣にしてやろう」しかし、か クーナンは、王様の帽子でを断りました。褒美はいりません。僕は、赤い子馬と、お父さんがいれば、十分です。クーナンはそう言うと、病気のお父さんと一緒に、赤い子馬に乗って、村を出て行きました。 そうしてあの青い花の咲く野原に家を建てると元気になったお父さんと小馬と3人で楽しく暮らしたということですおしまい。 不思議なぶどうむかしむかしあるむらにとても心のやさしいむすめがいましたこのむすめのひだりめがぶどうのようにかがやいていたのでむらびとたちはむすめのことを ウドウ姫と呼んでいました娘が12歳になった時お父さんとお母さんが病気で亡くなってしまいました娘はおばあさんの家に引き取られたのですがこのおばあさんが とても意地悪な人で、娘が親からもらった財産をすべて取り上げると、娘を家から追い出してしまったのです。しかし娘は、悲しんで泣いたりはしません。昼は、 村のガチョウの世話をして夜は川のほとりの柳の木にもたれて眠りましたそれから一年が過ぎた頃娘を追い出したおばさんに女の赤ちゃんが生まれましたしかし この赤ちゃんは生まれつき目が見えませんでしたブドウ姫に意地悪をしたからきっと罰が当たったんだそうだよブドウ姫の財産をすべて奪った上にブドウ姫を追い出したんだからね村人たちに 悪口を言われておばさんは悔しくてなりませんあるお月見の夜のこと娘が川岸に座って水に映る月を眺めているとそこへおばさんが通りかかりました 町へお月見のごちそうを買いに行った帰りの中、美味しそうなぶどうが入ったかごを抱えています。おばさん娘はおばさんに声をかけました。そのぶどうを一房分けてくださいな。朝から何も食べていないので、 とてもお腹がいいているの。おばさんは立ち止まると恐ろしい顔で娘をにらみつけました「そういえばみんなはお前の左目をぶどうのようだと言っているねどれ見せてごらん」おばさんはそう言うと 娘の左目に砂を押し込んだのですいやそれついでに右目もかわいそうに両目をつぶされた娘は川のほとりで泣き続けましたそして泣きながら 死んだお母さんから聞いた話を思い出しました。遠い山の中には不思議なブドウがなっていて、それを食べるとどんなに目の悪い人でもすぐに治るそうよ。娘は泣くのをやめると。 川の流れに沿って歩き始めました。その不思議な武道さえ見つかれば、私の目も、おばさんの赤ちゃんの目も、治るわ。それに、他の目の悪い人の目も。目の見えない娘は、それから十日も、 川に沿って歩き続けました。途中で何度も転び、体も服も泥だらけです。でも娘は諦めません。必ず不思議なブドウを見つけるわ。 それからさらに十日後、娘はまだ歩き続けていました。い,いえ、途中で足をくじいたので、地面を張って進んでいます。娘の服はボロボロに破れ、顔や手から血がにじんでいます。 ひどい疲れのために黒く艶やかだった娘の髪がいつの間にか真っ白になってしまいましたどこまで行ったらあの不思議なぶどうが見つかるの娘は何度も諦めて引き返そうとしました しかし、その度に勇気を出して、前へ前へと進みました。一度心に決めたことは、最後までやり通さなくては、そのうちに地面がひんやりと冷たくて、柔らかくなりました。 その地面は大きな大きな蛇の背中でした。でも目の見えない娘はそのまま蛇の背中をまっすぐ張っていました。娘が蛇の背中の真ん中ぐらいまで来たとき蛇がぶるっと身震いをしたので 娘はあっという間に深い谷底へ落ちてしまいました娘は谷底に倒れたまま動くこともできません私このままここに死んでしまうのねお母さん娘は 幻のお母さんに向かって手を伸ばしました。するとその手がつるつるとした丸いものに触れたのです。触ってみるとその丸いものは草のつるのようなものからぶら下がっていました。もしかしたら 娘はその丸いものを引きちぎってそっとなめてみましたすると今まで閉じていた目がパッと開き明るい光が飛び込んできたのです娘がなめた丸いものは探していた 不思議なぶどうだったのです。あたりをみまわしてみると、そこにはたくさんのぶどうがしげり、きらきらとひかりをはじいています。じめんにはいろとりどりの花がさきみだれ、ことりたちがたのしそうにさえずっています。 目が見えるということはこんなに素晴らしいことだったのね。元気になった娘はぶどうのつるで籠を編みました。早く村へ帰って目の悪い人たちにぶどうを分けてあげましょう。娘が籠いっぱいに。 をつみ終わったときあたりがきゅうにくらくなりましたどうしたのかしらするとうしろのほうから「おーい」とよぶこえがしました。 振り向いてみると、大男が山をまたいでくるところです。大男は肩に緑の布をまとい、頭に金のかんむりをかぶり、足に水晶の靴を履き、手に銀の杖を持っています。 娘よ、ここへ何しに来た高い空の上から大男の声が響きました。娘は恐れずに大男に言いました。はい、目が治る不思議なブドウを探しに。 すると大男はうなずいて「そうかわしはこの森と草原と山の王だ。どうだ娘わしといっしょにこのすばらしい国で暮らさないか?」。 娘を抱き上げると森の奥をさしましたそこにはキラキラと光る珍しい宝石が山積めにやっています「あの宝石もこのぶどうもみんな俺のものだ」 俺の娘になって、俺の城で暮らせば、幸せにしてやるぞ。ありがとう。でも、私は村へ帰らないといけないの。村に帰って、目が見えなくて悲しんでいる人たちに、この不思議なぶどうをあげなければ。バカ者。 大男は怒って空高く娘を放り上げました。そして落ちてきた娘を受け止めると優しく言いました。俺は知っているよ。お前が村で辛い目に遭っていることを。そんなところへ帰ることはない。いいえ。 私は村へ帰ります。「そうかおまえのようなすばらしいむすめとくらしたいと思っていたがあきらめるとしよう」さあむらへかえるがいい。おおとこはむすめに1ぽんのこえだをわたしました。 そのだは不思議な小枝で、持っていると風のように早く走ることができるのです。娘はぶどうの入ったかごを抱えると、懐かしい村へと帰っていきました。 亡霊の恩返し昔昔中国の山東省というところに虚というお酒好きの漁師がいました今日は毎晩川に出かけては魚を取る 網を打ちながらお酒を飲んでいましたこの虚のお酒の飲み方は少し変わっていますまずは自分がきで飲んでから次にお酒を地面に垂らして「まあお飲みなさいよ」というのです 実は長い間漁師をやっていた巨には川で死んだ友達がたくさんいたのですお酒を地面に垂らすのはその死んだ友達への捧げ物だったのですある夜のこと虚が 魚を取りながらお酒を飲んでいると一人の若者が通りかかりました今日は若者に声をかけました「いかがです川を見ながら一緒に飲みませんか?」すると若者はうれしそうに今日の横に 腰を下ろしましたその夜ふたりはまるで仲のよい友達のように楽しくお酒を酌み交わしましたそしてそろそろ夜が明けようとした時きょはまだ一匹も 魚を取っていないことに気がつきました。困ったなぁ。今からでは大して取りないし、はあ。女房になんて言おうか。とりあえず少しだけでも魚を取ろうと、巨が川に網を打ちました。 するとその途端、網に信じられないほどの多くの魚がかかったのです。これはキョがびっくりしていると若者が言いました。ほんのお礼の印です。お礼今日は、 不思議なことを言う若者だなあと思いましたが、魚がたくさんとれたのがうれしくて、若者に何度もお礼を言いました。すると若者はにっこり笑って言いました。いいのですよ。今までずいぶんとお酒をごちそうになりましたから。 そんなはずはないでしょう。あなたとお酒を飲んだのは今日が初めてのはずだが。いいえ、今までたくさんご馳走になりました。それに、これからも友達としてお付き合いをさせてもらいたいので。まあ,あ、それはもちろんだ。そうだ、あなたのお名前は 私は大六郎と言います。若者は頭を下げるとどこかへ行ってしまいました。不思議な若者だなおお、それよりも魚魚。今日は早速獲れた魚を市場へ売りに行きました。 れた魚はどれも立派な魚ばかりで高い値段で飛ぶように売れました巨と若者はそれから毎晩川で酒を酌み交わしました半年くらい過ぎたある晩いつものようにやってきた 若者が言いました。今までお世話になりましたが、今日でお別れをしなくてはなりません。それはまた、どうしてですそれは。若者は言うべきかどうか迷いましたが、心を決めると、 今日まっすぐに見て言いました。実は、私はこの川の亡霊なのです。私はお酒がとても好きで、毎日のようにお酒を飲んでいました。そのために川に転げ落ちて死んだのです。 死んで亡霊になってもお酒が好きだったのであなたが川岸にお酒を垂らしてくださったことがどんなに嬉しかったか私はそのお礼がしたくてここへやってきたのですそれなのにどうしてお別れをしなくてはならないのですか これからも一緒にお酒を飲みましょう。キョが言うと若者は嬉しそうに答えました。実は神様にお酒の失敗が許されてもう一度この世に生き返ることになったのです。はああそれはめでたい。 きょがお祝いのお酒をすすめると若者は少し悲しそうに言いましたしかし私が生き返る代わりに誰かが川に落ちて死ぬことになっているのです次の日 若者の言ったことが本当かどうか、きょは川へ行ってみました。すると、そこへ赤ん坊を抱いていた女の人がやってきて、あっという間に足を滑らせてしまいました。女の人はとっさに赤ん坊を岸へ置きましたが、 女の人はそのまま急流に流されていきました。困ったぞ。どうやらあの女の人が若者の代わりらしい。助けてやりたいが、そうすれば若者は生き返ることができないし。虚がうろうろしていると。 川の流れが急に変わって、女の人は浅瀬に打ち上げられました。その夜、若者は川にやってきました。私には、女の人を溺れさせることができませんでした。 生き返るのは諦めてこのまま亡霊でいることにしますそうかでもあんたは立派だよ今日は若者を慰めると若者にお酒を勧めましたところが それから数日後、若者がこう言ったのです「きょさん今度こそ本当にお別れです」なんだ「何だまた身代わりの人が決まったのですか?」いいえ実はあの女の人を助けたことが神様の耳に入って私は 遠い町の守り神になることが決まりました。生き返ることはできませんが、生きている人の命を守るとても大切な仕事です。遠い町なので、今すぐに行きます。あなたのご恩は、 決して忘れません。いつまでもお元気で若者はそれっきり川には現れませんでしたおしまい じいさんむかしむかしあるやまのふもとにしろいひげをはやしたおじいさんがすんでいましたおじいさんはちいさないえでぞうりをつくってたったひとりでくらしていました おじいさんはひまがあればたいこを「どんどんかどんかどん」とたたき「わしのうたをきいとくれわしのはなしをきいとくれ」とむらじゅうをまわってあるきますするとこどもたちがあつまってきて 太鼓じいさんうたをうたっとくれむかしばなしをしておくれそれではとっておきのうたとおはなしをするかのう」ととくいそうにしろいあごひげをなでるのでしたおじいさんがこのむらにいるおかげでみんなはとてもゆかいに 楽しく暮らすことができましたさて村のそばに一筋の川が流れていました川は流れが激しくなかなか渡ることができませんそれに春になると雪解けの水があふれて道も 畑も水浸しになるので人々はとても困っていましたある日おじいさんが川岸を歩いていると「助けてー!」という声がします見ると女の人と子どもが かわのなかでおぼれているではありませんか。まっていろいまいくぞ。おじいさんはきものをきたままざぶんとかわへとびこみました。しかしおんなのひととこどもはかわのながれにながされていってしまいました。 おじいさんは岸にはい上がると川に向かって叫びました。お前はなんというひどい川だ。これまでにもたくさんの命をのみ込んできたがもう許さん。わしはきっとお前の上に石の橋をかけてやる。 けれどおじいさんには、橋をつくるお金も力もありません。おじいさんは毎日、ごうごうと音を立てて流れる川をながめては、何かいい工夫がないものかなと考えるのでした。 ある夜のことおじいさんは夢を見ました立派に出来上がった石の橋の上で村人たちがおじいさんの太鼓に合わせて楽しそうに踊っているのです夢の中でおじいさんはとても幸せでした「もうこれで」 どんなに川のやつが暴れても安心だ。おじいさんが大声でみんなに言ったとき、夢から覚めたのです。おじいさんは布団の上に起き上がって、何か考えていましたが、そうだ、とポンと膝を叩たたいて、 庭へ出ていきました庭のすみに金木犀のきがありますおじいさんは金木犀のきにたいこをぶらさげそのしたにきのはこをおきましたつぎのひのあさおじいさんはむらのひとたちをあつめていいました これからわしの話を聞いたときはこの木の箱にいくらでもいいからお金を入れて太鼓をたたいてわしを呼んでくれないかええー、もうただでお話をしてくれないの子供たちがつまらなそうに言いました。ああ。 橋をつくる石を買うためのお金がたまるまではなあ。村の人たちはやっとおじいさんが何を考えているのかわかりました。どうかなあわしのたのみを聞いてくれるかな。おじいさんがそう言うとみんなが言いました。大賛成。 次の日から村の人たちは仕事を終わると金木製の木にぶら下がっている太鼓をドンかドンドンとたたいてはおじいさんの昔話を聞くようになりました太鼓が鳴らない日は一日もありません 木の箱の中のお金も少しずつ増えていきました。おじいさんのお話は大変面白く、美しい話も、悲しい話も、愉快な話も、冒険の物語もありました。おじいさんが金木犀の木の下に座って、 話を始めると大人や子供だけでなく木の枝に止まっている小鳥たちや空の星たちもじっと耳を傾けるのでしたこうしていつの間にか10年という月日が過ぎていましたある日おじいさんが 金木製の木の下の箱を開けてみると数え切れないほどのお金が出てきましたこれでよしおじいさんは早速そのお金で石を買い橋をこしらえ始めました石を運び泥をこね 汗びっしょりではたらくおじいさん村の人々も応援にかけつけましたぼくらもてつうよ子どもたちもやってきました小鳥たちもそらがまっくらになるほどなかまをつれてかわいいくちばしで小石をつまんではこびます 一人一人の力は小さくても、みんなが力を出し合えば、どんなこともできるのです。仕事に疲れると、おじいさんは太鼓を叩たたいて、歌を歌います。金木製の花が咲くよ。太鼓がどんとなれば、 みんな集まる。大人も子供も。金木星の花が匂うよ。みんなが集まれば始まるよ。じいさんの話。金木星の花が散ってもみんな集まる。みんな集まれば 橋ができるよ。「みんなはおじいさんのうたにはげまされて、げんきいっぱい石をきり、石をはこび、石をつみ、どろをこねてはしづくり、すこしつつ、すこしつつ、はしができていきました。 次の年の春にはとうとう立派な橋が出来上がったのです。おじいさんが夢にまで見た橋。この橋があればどんなに川があふれてももう人々が苦しむようなことはないでしょう。よかったよかった。った人々は 白く輝く橋の上で肩を叩き合って喜びましたところがそれから間もなくおじいさんは重い病気にかかって寝込んでしまったのです橋をこしらえている時積み上げた石が崩れてきておじいさんの足を 傷つけてししままいました。みんなはおじいさんに休むように言ったのですがおじいさんは「なんだこれっぽっちのけが」とがんばり続けたのですそのためでしょう橋ができたころにはおじいさんの足はひどくはれあがり 歩くこともできなくなりました。これでは大好きな太鼓もたたけません。おじいさんの太鼓が鳴らない村はひっそりと静まり返り、人も草も小鳥たちもため息をつくばかりです。もう一度。 た,いこをたたきむらのひとたちにおはなしをしてあげたいおじいさんがそうおもったときたくさんのことりたちがまどからとびこんできましたきがついてみるとおじいさんはたいこのうえにすわってそらにまいあがっています 小鳥たちがおじいさんを翼に乗せて空高く飛んでいるのですそしてそのままおじいさんの姿は月の光の中に吸い込まれていきましたそれからは月の明るい夜になると あの懐かしい太鼓の音が聞こえてくるようになりました。ドン、どんかドン。ドン、かドン。すると、子供たちが月を見上げて叫びます。ほら、おじいさんがお月様の中で 太鼓を叩いているよ。おしまい。どうか内緒に。 むかしむかしとてもびんぼうでとてもみえっぱりなおとこがいましたこのおとこはおかねがないのにいつもみえをはっておかねもちのふりをしているのですおれはだいだいのおおがねもちで 親から受け継いだ山が三十もあるんだ。俺はいつも金のたらいで顔を洗って銀の食器で食事をしているんだ。さてこの話を聞きつけた泥棒が夜中になって男の家に忍び込みました。 さすがにやまはぬすめないがきんのたらえにぎんのしょっきかこれはたのしみだしかしどろぼうはおとこのいえがとてもちいさくてぬすむものがなにひとつないのでびっくりですなんだこのいえははいるいえをまちがえたかな いやたしかにこのいえだ。大金持ちだと思って入ったのに金のたらいや銀の食器どころか茶わんひとつないではないか。こいつはとんでもないところへ入ってしまったわい。どろぼうがそう言ってでていこうとすると。 それに気づいた男が泥棒を呼び止めました。これはこれは泥棒様。せっかく入っていただいたのに何のお愛想もできませんで。少ないですがせめてこれを。男はそう言って泥棒に。 全財産が入った小銭入れを差し出しましたそして泥棒に手を合わせてお願いします「泥棒様どうか今夜のことは内緒にしてくださいね」この男 本当に見えっ張りですねおしまい舞桃源郷。 むかーしむかし大きな川のそばに小さな村がありましたその村に王という漁師がすんでいましたあるひのこと王はふと思いました この川の水はどんなところから流れてくるのだろう。よし見に行こう。王は仕事をやめて川上の方へ船をこいで行きました。どこまでもどこまでもこいでいくと川幅は だんだん狭くなっていきます川底もだんだん浅くなって船はとうとう進めなくなりましたしかたがないここから先は歩いていくか王は木に船をつなぐと そのままどんどん歩いていきましたするとやがて目の前に広い桃の木の林が広がりました花は満開で桃のよい香りが一面に流れていますああこんなところがあったのか 王がそのまま川べりをあるいているととうとう川のはじまりのところにつきましたそのさきはたかい岩やまで岩のあいだからみずがちょろちょろながれていますここがはじまりのようだがどうせなら 岩山の向こう側も見てみたいな。幸い、小さな洞窟があったので、王は体をかがめて、奥へ奥へと入っていきました。長い間進んだ王は、やっと出た向こう側を見てびっくり。 目の前には広い野原が広がっていて畑も湖も森もそして家もたくさんあります王の姿を見つけた犬が大きな声で吠えましたその声で畑にいた人も 家にいた人もみんな王の周りに集まりましたそして一人の老人が王の前に進み出て言いました私はここの村長ですここは桃源郷といった。 普通の人の知らないところです。よくここまで来ることができましたなあ。さあ、お疲れでしょう。私の家までおいでください。王は村長の後についていきました。村長は、 いろいろなごちそうをしてくれました。ところで王さん、この村のできたわけを話しましょう。昔中国には、秦の始皇帝という王様がいたことは知っていますね。わがままで、乱暴で、 大勢の人を殺したひどい神様だったそうです。その時に殺されそうになった人たちがこっそりここに逃げてきたのです。そしてその人たちがこの村をつくったのです。それが私たちの先祖です。 ここにはけんかもあらそいもありません。みんながたのしくくらしているとてもへいわなむらです。ですからおうさん、あなたがここにきたことはぜったいにだれにもいわないでください。やくそくしてください。 お願いです。「はい、絶対に誰にも言いません」王は村長に固い約束をして帰りましたさて自分の村に帰った王ですがあれ以来あの美しい 平和な村が忘れられませんそこで友達と酒を飲みながらつい喋ってしまったのですするとその友達がまた友達に喋ったのですこうして桃源郷の噂は役人にまで知られてしまいました 王お前は桃源郷というところに行ったそうだな俺をそこに案内しろしかたなく王は役人を船に乗せて川を登っていきましたそしてあの美しい桃の林も通りましたところが どうしたことか、どこまで行っても、あの時の岩山も、ほら穴も、見つからないのです。おかしいなあ道に迷うはずはないのだが、それからも王と役人は、何度か刀剣橋を目指しましたが、 鏡を見つけることはできなかったそうですおしまい クーナンと赤い子馬昔昔しクーナンという男の子が赤い子馬を飼っていましたその赤い子馬は足がとても速くてまるで風のように 走ることができます。村人たちはみんな「あんなに速く走る馬は見たことがない」と褒めていましたある日のことクーナンがいつものように赤い子馬に乗って野原を走っていると。 王様が家来を連れてやってきました「おいお前がクーなんだな」はい王様何の御用でしょうかクーナが尋ねると王様は赤い子馬を指さして言いました「その馬をわしによこせ」えっ 赤いクーナンはきっぱりと断りました「嫌です」だってこの小馬は僕の友達なんですすると王様は顔を真っ赤にして怒りました「王の命令だ」「早く馬をよこせ」「王様待ってください」 ナンは赤い子馬にしがみついて叫びました「この子馬の代わりに僕がどんな獣でも捕まえてきます」「ですから子馬を連れて行くことだけはやめてください」「ほうほう王様はにやりと笑いました」 それでは草原に住む化け物を生け捕りにしてこいもしそれができなければ小馬を取り上げるぞば化け物を空ーは思わず聞き返しましたそれというのも草原に住む化け物とはどんな勇士でも 退治することができない恐ろしい竜だったからですそれを聞いて周りにいた人たちがクーナンに言いました化け物を捕まえるなんてお前にできるはずがないよ早く王様に謝って子馬を差し上げた方がいいよでもクーナンは 返事に困ってししままいましたさあどうした赤い子馬をよこすか、化け物を生け捕りにするか、どっちだクーナンは決心しました。化け物を、生け捕りに行きます。本当だなはい。僕は、嘘は言いません。よーし。 では明日の朝までに化け物を生け捕りにしてこいはいクーナンは仲良しの子馬を王様に取られてしまうくらいなら化け物に食べられた方がましだと思いましたしかしクーナンの家には病気のお父さんがいます もしナンが化け物に食べられたりしたら病気のお父さんはどんなに悲しむでしょう王様にはああ言ったけどどうしたらいいんだろうクーナンは考え込んでしまいましたするとその時赤い子馬が クーナンに言いました。僕に任しておけ、クーナン。長い竹の竿の先に縄で輪をこしらえるんだ。うん、わかった。クーナンは赤い小馬の言う通りのものを作ると、それを担いで小馬にまたがりました。クーナン、急ぐよ。 コウマはものすごいはやさではしりだしましたやがてクーナンたちはおおきなかわにつきましたかわをわたろうとするとさかなやカエルがほねだけになってながれていましたまてよクーナンはくさむらのくさをひきぬくと それを川に投げ入れました。するとたちまち草は溶けてなくなりました。この川は何でも溶かしてしまう恐ろしい川だったのです。その時赤い子馬が鳴きました。ひひーん ひひーん風よ来いするといきなり強い風が吹いてきて、クーナンと赤い子馬を向こうの岸まで運んでくれました。しばらく行くと、今度は山が噴火していて、真っ赤に燃えた岩が 雨のように降っていました。どうしようこのままじゃやけしんでしまうそのときあかいこうまがまたなきましたするとそらにうかんでいるしろいくもがあつまってふたりをまもるおおきなかさになりました 燃えた岩がいくら降ってきても雲の傘がはじいてくれます無事に岩の雨を通り抜けた二人は今度は青い花が一面に咲いている野原に出ましたとてもきれいな花なので空ーが子馬を止めて見とれていると 風が吹いてきてクーナンにささやきました「この花の蜜を飲むとどんな病気でもすぐ治ってしまうよ」「そりゃすごいや病気の父さんに持って帰ろう」「クーナンは馬から降りると青い花を集め始めました」おーい「おい 赤い子馬、お前も手伝ってくれよ。クーナンがそう言ったとき、赤い子馬が泣きました。ヒヒーン、ヒヒーン、ヒヒーン。見ると、黒い竜巻が現れて、こっちに向かってくるではありませんか。 クーナンは青い花を投げ捨てると、急いで赤い馬に飛び乗りました。何だろう、あれは。すると、赤い子馬が答えました。あれが草原の化け物だ。やがて、黒い竜巻の中から、九つの首を持つ 竜が出てきました。竜は九つの首を使って、クーナンたちに襲いかかりました。クーナン、しっかり捕まっていてよ。赤い馬は大きくジャンプをして、竜の首をよけると、すごい速さで竜の周りを ぐるぐると駆け回りましたそれにつられて龍の首もぐるぐる回りますそのうちに龍の九つの首がぐるぐると絡まってしまい龍は息ができなくなって気絶してしまいました「閉めた今だ」 空男は持ってきた竹の先の縄の輪を竜の首に引っ掛けるとそのまま竜を引きずって村へ帰っていきました空男が草原の化け物を生き捕りにしたと知って村人たちは大喜びです「万歳空ーよくやったぞ」 これには王様もびっくりです「空ーよお前は本当に勇敢な子供だ約束どおり馬は諦めよそしてお前に褒美をやるぞこの国の大臣にしてやろう」しかし クーナンは、王様の帽子でを断りました。褒美はいりません。僕は、赤い子馬と、お父さんがいれば、十分です。クーナンはそう言うと、病気のお父さんと一緒に、赤い子馬に乗って、村を出て行きました。 そうしてあの青い花の咲く野原に家を建てると元気になったお父さんと子馬と3人で楽しく暮らしたということですおしまい。 不思議なぶどうむかしむかしあるむらにとても心のやさしいむすめがいましたこのむすめのひだりめがぶどうのようにかがやいていたのでむらびとたちはむすめのことを うどう姫と呼んでいました娘が12歳になった時お父さんとお母さんが病気で亡くなってしまいました娘はおばあさんの家に引き取られたのですがこのおばあさんが とても意地悪な人で、娘が親からもらった財産をすべて取り上げると、娘を家から追い出してしまったのです。しかし娘は、悲しんで泣いたりはしません。昼は、 村のガチョウの世話をして夜は川のほとりの柳の木にもたれて眠りましたそれから一年が過ぎた頃娘を追い出したおばさんに女の赤ちゃんが生まれましたしかし この赤ちゃんは生まれつき目が見えませんでしたブドウ姫に意地悪をしたからきっと罰が当たったんだそうだよブドウ姫の財産をすべて奪った上にブドウ姫を追い出したんだからね村人たちに 悪口を言われて、おばさんは、悔しくてなりません。ある、お月見の夜のこと、娘が川岸に座って、水に映る月を眺めていると、そこへ、おばさんが通りかかりました。 町へお月見のごちそうを買いに行った帰りの中、美味しそうなぶどうが入ったかごを抱えています。おばさん娘はおばさんに声をかけました。そのぶどうを一房分けてくださいな。朝から何も食べていないので、 とてもお腹がいいているの。おばさんは立ち止まると恐ろしい顔で娘をにらみつけました「そういえばみんなはお前の左目をぶどうのようだと言っているねどれ見せてごらん」おばさんはそう言うと 娘の左目に砂を押し込んだのですいやそれついでに右目もかわいそうに両目をつぶされた娘は川のほとりで泣き続けましたそして泣きながら 死んだお母さんから聞いた話を思い出しました。遠い山の中には不思議なブドウがなっていてそれを食べるとどんなに目の悪い人でもすぐに治るそうよ。娘は泣くのをやめると 川の流れに沿って歩き始めました。その不思議なぶどうさえ見つかれば、私の目も、おばさんの赤ちゃんの目も、治るわ。それに、他の目の悪い人の目も。目の見えない娘は、それから十0日も、 川に沿って歩き続けました。途中で何度も転び、体も服も泥だらけです。でも娘は諦めません。必ず不思議なブドウを見つけるわ。 それからさらに十日後、娘はまだ歩き続けていました。い,いえ、途中で足をくじいたので、地面を張って進んでいます。娘の服はボロボロに破れ、顔や手から血がにじんでいます。 ひどい疲れのために黒く艶やかだった娘の髪がいつの間にか真っ白になってしまいましたどこまで行ったらあの不思議なぶどうが見つかるの娘は何度も諦めて引き返そうとしました しかし、その度に勇気を出して、前へ前へと進みました。一度心に決めたことは、最後までやり通さなくては、そのうちに地面がひんやりと冷たくて、柔らかくなりました。 その地面は大きな大きな蛇の背中でした。でも目の見えない娘はそのまま蛇の背中をまっすぐ張っていました。娘が蛇の背中の真ん中ぐらいまで来たとき蛇がぶるっと身震いをしたので 娘はあっという間に深い谷底へ落ちてしまいました娘は谷底に倒れたまま動くこともできません私このままここに死んでしまうのねお母さん娘は 幻のお母さんにむかって手をのばしましたするとその手がつるつるとした丸いものにふれたのですさわってみるとその丸いものは草のつるのようなものからぶらさがっていましたもしかしたら 娘はその丸いものを引きちぎってそっとなめてみましたすると今まで閉じていた目がパッと開き明るい光が飛び込んできたのです娘がなめた丸いものは探していた 不思議なぶどうだったのです。あたりをみまわしてみるとそこにはたくさんのぶどうがしげりきらきらとひかりをはじいています。じめんにはいろとりどりのはながさきみだれことりたちがたのしそうにさえずっています。 目が見えるということはこんなに素晴らしいことだったのね。元気になった娘はぶどうのつるで籠を編みました。早く村へ帰って目の悪い人たちにぶどうを分けてあげましょう。娘が籠いっぱいに。 をつみ終わったときあたりがきゅうにくらくなりましたどうしたのかしらするとうしろのほうから「おーい」とよぶこえがしました。 振り向いてみると、大男が山をまたいでくるところです。大男は肩に緑の布をまとい、頭に金のかんむりをかぶり、足に水晶の靴を履き、手に銀の杖を持っています。 娘よ、ここへ何しに来た高い空の上から大男の声が響きました。娘は恐れずに大男に言いました。はい、目が治る不思議なぶどうを探しに。 すると大男はうなずいて「そうかわしはこの森と草原と山の王だ。どうだ娘わしといっしょにこのすばらしい国で暮らさないか?」。 娘を抱き上げると森の奥をさしましたそこにはキラキラと光る珍しい宝石が山積めにやっています「あの宝石もこのぶどうもみんな俺のものだ」 俺の娘になって、俺の城で暮らせば、幸せにしてやるぞ。ありがとう。でも、私は村へ帰らないといけないの。村に帰って、目が見えなくて悲しんでいる人たちに、この不思議なぶどうをあげなければ。バカ者。 大男は怒って空高く娘を放り上げました。そして落ちてきた娘を受け止めると優しく言いました。俺は知っているよ。お前が村で辛い目に遭っていることを。そんなところへ帰ることはない。いいえ。 私は村へ帰ります。「そうかおまえのようなすばらしいむすめとくらしたいと思っていたがあきらめるとしよう」さあむらへかえるがいい。おおとこはむすめに1ぽんのこえだをわたしました。 その小枝は不思議な小枝で、持っていると風のように早く走ることができるのです。娘はぶどうの入ったかごを抱えると、懐かしい村へと帰っていきました。 亡霊の恩返し昔昔中国の山東省というところに虚というお酒好きの漁師がいました今日は毎晩川に出かけては魚を取る 網を打ちながらお酒を飲んでいましたこの虚のお酒の飲み方は少し変わっていますまずは自分が酒好きで飲んでから次にお酒を地面に垂らして「まあお飲みなさいよ」というのです 実は長い間漁師をやっていた巨には川で死んだ友達がたくさんいたのですお酒を地面に垂らすのはその死んだ友達への捧げ物だったのですある世のこと巨が 魚を取りながらお酒を飲んでいると一人の若者が通りかかりました今日は若者に声をかけました「いかがです川を見ながら一緒に飲みませんか?」すると若者はうれしそうにきょの横に 腰を下ろしましたその夜ふたりはまるで仲のよい友達のように楽しくお酒を組み交わしましたそしてそろそろ夜が明けようとした時きょはまだ一匹も 魚を取っていないことに気がつきました。困ったなあ今からでは大して取りないし、はあ。女房になんて言おうか。とりあえず少しだけでも魚を取ろうと、巨が川に網を打ちました。 するとその途端、網に信じられないほどの多くの魚がかかったのです。これはキョがびっくりしていると若者が言いました。ほんのお礼の印です。お礼今日は、 不思議なことを言う若者だなあと思いましたが、魚がたくさん取れたのがうれしくて、若者に何度もお礼を言いました。すると若者はにっこり笑って言いました。いいのですよ。今までずいぶんとお酒をごちそうになりましたから。 そんなはずはないでしょう。あなたとお酒を飲んだのは今日が初めてのはずだが。いいえ、今までたくさんご馳走になりました。それに、これからも友達としてお付き合いをさせてもらいたいので。まあ,あ、それはもちろんだ。そうだ、あなたのお名前は 私はオオロクロウと言います。若者は頭を下げるとどこかへ行ってしまいました。不思議な若者だなあ。おそれよりも魚魚。今日は早速獲れた魚を市場へ売りに行きました。 れた魚はどれも立派な魚ばかりで高い値段で飛ぶように売れましたょと若者はそれから毎晩川で酒を酌み交わしました半年くらい過ぎたある晩いつものようにやってきた 若者が言いました。今までお世話になりましたが、今日でお別れをしなくてはなりません。それはまた、どうしてですそれは、若者は言うべきかどうか迷いましたが、心を決めると、 今日まっすぐに見て言いました。実は、私はこの川の亡霊なのです。私はお酒がとても好きで、毎日のようにお酒を飲んでいました。そのために川に転げ落ちて死んだのです。 死んで亡霊になってもお酒が好きだったのであなたが川岸にお酒を垂らしてくださったことがどんなに嬉しかったか私はそのお礼がしたくてここへやってきたのですそれなのにどうしてお別れをしなくてはならないのですか これからも一緒にお酒を飲みましょう。キョが言うと若者は嬉しそうに答えました。実は神様にお酒の失敗が許されてもう一度この世に生き返ることになったのです。はああそれはめでたい。 きょがお祝いのお酒をすすめると若者は少し悲しそうに言いましたしかし私が生き返る代わりに誰かが川に落ちて死ぬことになっているのです次の日 若者の言ったことが本当かどうか、きょは川へ行ってみました。すると、そこへ赤ん坊を抱いていた女の人がやってきて、あっという間に足を滑らせてしまいました。女の人はとっさに赤ん坊を岸へ置きましたが、 女の人はそのまま急流に流されていきました。困ったぞ。どうやらあの女の人が若者の代わりらしい。助けてやりたいが、そうすれば若者は生き返ることができないし。虚がうろうろしていると。 川の流れが急に変わって、女の人は浅瀬に打ち上げられました。その夜、若者は川にやってきました。私には、女の人を溺れさせることができませんでした。 生き返るのは諦めてこのまま亡霊でいることにしますそうかでもあんたは立派だよ今日は若者を慰めると若者にお酒を勧めましたところが それから数日後、若者がこう言ったのです「きょさん今度こそ本当にお別れです」なんだ「何だまた身代わりの人が決まったのですか?」いいえ実はあの女の人を助けたことが神様の耳に入って私は 遠い町の守り神になることが決まりました。生き返ることはできませんが、生きている人の命を守るとても大切な仕事です。遠い町なので、今すぐに行きます。あなたのご恩は、 決して忘れません。いつまでもお元気で若者はそれっきり川には現れませんでした惜しまい じいさんむかしむかしあるやまのふもとにしろいひげをはやしたおじいさんがすんでいましたおじいさんはちいさないえでぞうりをつくってたったひとりでくらしていました おじいさんはひまがあればたいこを「どんどんかどんかどん」とたたき「わしのうたをきいとくれわしのはなしをきいとくれ」とむらじゅうをまわってあるきますするとこどもたちがあつまってきて 太鼓じいさんうたをうたっとくれむかしばなしをしておくれそれではとっておきのうたとおはなしをするかのう」ととくいそうにしろいあごひげをなでるのでしたおじいさんがこのむらにいるおかげでみんなはとてもゆかいに 楽しく暮らすことができましたさて村のそばに一筋の川が流れていました川は流れが激しくなかなか渡ることができませんそれに春になると雪解けの水があふれて道も 畑も水浸しになるので人々はとても困っていましたある日おじいさんが川岸を歩いていると「助けてー!」という声がします見ると女の人と子どもが かわのなかでおぼれているではありませんか。まっていろいまいくぞ。おじいさんはきものをきたままざぶんとかわへとびこみました。しかしおんなのひととこどもはかわのながれにながされていってしまいました。 おじいさんは岸に這い上がると川に向かって叫びました。お前はなんというひどい川だ。これまでにもたくさんの命を飲み込んできたがもう許さん。わしはきっとお前の上に石の橋をかけてやる。 けれどおじいさんには、橋をつくるお金も力もありません。おじいさんは毎日、ごうごうと音を立てて流れる川をながめては、何かいい工夫がないものかなと考えるのでした。 ある夜のことおじいさんは夢を見ました立派に出来上がった石の橋の上で村人たちがおじいさんの太鼓に合わせて楽しそうに踊っているのです夢の中でおじいさんはとても幸せでした「もうこれで」 どんなに川のやつが暴れても安心だ。おじいさんが大声でみんなに言ったとき、夢から覚めたのです。おじいさんは布団の上に起き上がって、何か考えていましたが、そうだ、とポンと膝を叩たたいて、 にわのすみにきんもくせいのきがありますおじいさんはきんもくせいのきにたいこをぶらさげそのしたにきのはこをおきましたつぎのひのあさおじいさんはむらのひとたちをあつめていいました これからわしの話を聞いたときはこの木の箱にいくらでもいいからお金を入れて太鼓をたたいてわしを呼んでくれないかええー、もうただでお話をしてくれないの子供たちがつまらなそうに言いましたああ つくる石を買うためのお金がたまるまではなあ村の人たちはやっとおじいさんが何を考えているのかわかりました「どうかなあわしのたのみを聞いてくれるかな」おじいさんがそう言うとみんなが言いました「大賛成」 次の日から村の人たちは仕事を終わると金木犀の木にぶら下がっている太鼓をドンカドンドンと叩いてはおじいさんの昔話を聞くようになりました太鼓が鳴らない日は一日もありません 木の箱の中のお金も少しずつ増えていきました。おじいさんのお話は大変面白く、美しい話も、悲しい話も、愉快な話も、冒険の物語もありました。おじいさんが金木犀の木の下に座って、 話を始めると、大人や子供だけでなく、木の枝に止まっている小鳥たちや、空の星たちも、じっと耳を傾けるのでした。こうして、いつの間にか、10年という月日が過ぎていました。ある日、おじいさんが、 金木製の木の下の箱を開けてみると数え切れないほどのお金が出てきましたこれでよしおじいさんは早速そのお金で石を買い橋をこしらえ始めました石を運び泥をこね 汗びっしょりではたらくおじいさん村の人々も応援にかけつけましたぼくらもてつうよ子どもたちもやってきました小鳥たちもそらがまっくらになるほどなかまをつれてかわいいくちばしで小石をつまんではこびます 一人一人の力は小さくても、みんなが力を出し合えば、どんなこともできるのです。仕事に疲れると、おじいさんは太鼓を叩たたいて、歌を歌います。金木製の花が咲くよ。太鼓がどんとなれば、 みんな集まる。大人も子供も。金木星の花が匂うよ。みんなが集まれば始まるよ。じいさんの話。金木星の花が散ってもみんな集まる。みんな集まれば 橋ができるよ。「みんなはおじいさんのうたにはげまされて、げんきいっぱい石をきり、石をはこび、石をつみ、どろをこねてはしづくり、すこしつつ、すこしつつ、はしができていきました。 次の年の春にはとうとう立派な橋が出来上がったのです。おじいさんが夢にまで見た橋。この橋があればどんなに川があふれてももう人々が苦しむようなことはないでしょう。よかったよかった。った人々は、 白く輝く橋の上で肩を叩き合って喜びましたところがそれから間もなくおじいさんは重い病気にかかって寝込んでしまったのです橋をこしらえている時積み上げた石が崩れてきておじいさんの足を 傷つけてししままいました。みんなはおじいさんに休むように言ったのですがおじいさんは「なんだこれっぽっちのけが」とがんばり続けたのですそのためでしょう橋ができたころにはおじいさんの足はひどくはれあがり 歩くこともできなくなりました。これでは大好きな太鼓もただけません。おじいさんの太鼓が鳴らない村はひっそりと静まり返り、人も草も小鳥たちもため息をつくばかりです。もう一度。 太鼓をたたきむらのひとたちにおはなしをしてあげたいおじいさんがそうおもったときたくさんのことりたちがまどからとびこんできましたきがついてみるとおじいさんはたいこのうえにすわってそらにまいあがっています 小鳥たちがおじいさんを翼に乗せて空高く飛んでいるのですそしてそのままおじいさんの姿は月の光の中に吸い込まれていきましたそれからは月の明るい夜になると あの懐かしい太鼓の音が聞こえてくるようになりました。ドン、カ、ドン。ドン、カ、ドン。すると、子供たちが月を見上げて叫びます。ほら、おじいさんがお月様の中で 太鼓を叩いているよ。おしまい。どうか内緒に。 むかしむかしとてもびんぼうでとてもみえっぱりなおとこがいましたこのおとこはおかねがないのにいつもみえをはっておかねもちのふりをしているのですおれはだいだいのおおがねもちで 親から受け継いだ山が三十もあるんだ。俺はいつも金のたらいで顔を洗って銀の食器で食事をしているんだ。さてこの話を聞きつけた泥棒が夜中になって男の家に忍び込みました。 さすがに山はぬすめないが金のたらえに銀のしょっきかこれはたのしみだしかしどろぼうは男の家がとてもちいさくてぬすむものが何一ひとつないのでびっくりですなんだこの家ははいる家をまちがえたかな いや確かにこの家だ大金持ちだと思って入ったのに金のたらいや銀の食器どころか茶わん一つないではないかこいつはとんでもないところへ入ってしまったわい泥棒がそう言って出ていこうとすると それに気づいた男が泥棒を呼び止めました。これはこれは泥棒様。せっかく入っていただいたのに何のお愛想もできませんで。少ないですがせめてこれを。男はそう言って泥棒に。 全財産が入った小銭入れを差し出しましたそして泥棒に手を合わせてお願いします「泥棒様どうか今夜のことは内緒にしてくださいね」この男 本当に見えっ張りですねおしまい桃源郷。 むかーしむかし大きな川のそばに小さな村がありましたその村に王という漁師がすんでいましたあるひのこと王はふと思いました この川の水はどんなところから流れてくるのだろう。よし、見に行こう。王は仕事をやめて、川上の方へ船をこいで行きました。どこまでもどこまでもこいでいくと、川幅は だんだん狭くなっていきます川底もだんだん浅くなって船はとうとう進めなくなりましたしかたがないここから先は歩いていくか王は木に船をつなぐと そのままどんどん歩いていきましたするとやがて目の前に広い桃の木の林が広がりました花は満開で桃のよい香りが一面に流れていますああこんなところがあったのか 王がそのまま川べりを歩いているととうとう川のはじまりのところにつきましたその先は高い岩山で岩の間から水がちょろちょろ流れていますここがはじまりのようだがどうせなら 岩山の向こう側も見てみたいな。幸い、小さな洞窟があったので、王は体をかがめて、奥へ奥へと入っていきました。長い間進んだ王は、やっと出た向こう側を見てびっくり。 目の前には広い野原が広がっていて畑も湖も森もそして家もたくさんあります王の姿を見つけた犬が大きな声で吠えましたその声で畑にいた人も 家にいた人もみんな王の周りに集まりましたそして一人の老人が王の前に進み出て言いました私はここの村長ですここは桃源郷といって 普通の人の知らないところです。よくここまで来ることができましたなあ。さあお疲れでしょう。私の家までおいでください。王は村長の後についていきました。村長は いろいろなごちそうをしてくれましたところで王さんこの村のできたわけをはなしましょうむかし中国には秦の始皇帝という王様がいたことは知っていますねわがままで乱暴で 大勢の人を殺したひどい神様だったそうです。その時に殺されそうになった人たちがこっそりここに逃げてきたのです。そしてその人たちがこの村をつくったのです。それが私たちの先祖です。 ここにはけんかもあらそいもありません。みんながたのしくくらしているとてもへいわなむらです。ですからおうさん、あなたがここにきたことはぜったいにだれにもいわないでください。やくそくしてください。 お願いです。「はい絶対に誰にも言いません王は村長に固い約束をして帰りましたさて自分の村に帰った王ですがあれ以来あの美しい 平和な村が忘れられませんそこで友達と酒を飲みながらつい喋ってしまったのですするとその友達がまた友達に喋ったのですこうして桃源郷の噂は役人にまで知られてしまいました 王お前は桃源郷というところに行ったそうだな俺をそこに案内しろしかたなく王は役人を船に乗せて川を登っていきましたそしてあの美しい桃の林も通りましたところが どうしたことか、どこまで行っても、あの時の岩山も、ほら穴も、見つからないのです。おかしいなあ道に迷うはずはないのだが、それからも王と役人は、何度か刀剣橋を目指しましたが、 鏡を見つけることはできなかったそうですおしまい